Come on, wrestling party. どっち寝る？どっち寝る？さあ、チームリーダーの岸田と灰蔵が引っ込む。まずは。さあ、始まりました。第5回の TWP タッグ王座を決めるトーナメント決勝戦。さあ、この試合に勝った方のチームが第6回 CWP タッグ王座となります。さあ、まずはさあ、大腸テントの方は大腸ケア選手。まあまあまあ、まずポジションの取り合いですね、これ普通は。そうですね、何でも相手を弱らせてから大技で仕留めるっていうのが、まあ、基本的なセオリー。そしてケアも一人もそういうのは得意だったりするんだけど、方法が両方とも全然違う。そうですね、相手の出方を伺いつつ、相手の実力を測ろうという。どちらかというと、一人は気を狙ったり、こう隙を伺うんだけど、ケアはですね、体格から、もうとにかく変えさせないっていう、ああいう感じ。お、そして、しかし隙を見つけるんだね。いや、内藤選手はね、なかなかクラシカルな、基本的に忠実なレスラーという印象があるんですが、ね、さあ、一人も体の使い方をよう分かっとる。お、そうですね、だんだん切ってのテクニシャンである、一人選手。さあ、今日はスーツの状態で試合か。確かにあいつは脱がないか。さあ、もうスタミナのロスが全然近く来てると来てないとか。さあ、実は対照的な服装の2人は、ロープにも飛ばさない永遠ポジションの取り合い、一つ小突くぐらいで、行くか。ああ、ヘッドロック外さない。待ってみれば。さあ、ペア選手が絞り上げる。膝の波。いや、では体重も上がりますからね。そうなんだ、あいつ柔道がベースだから。そうです、それに鍛えた。返していく選手。こういう連携に対立はお弁当です。遅いから遅いから組み込む。おお、ケア選手が外そうとするヘッドシラス外れますか。すねにすねに。ああ、膝を当てて外していく。どうする、こっから。さあ、ここから。おお、まずは勝て勝てとウィーティブレイチ。いいね、フランケンシュタインみたいな。お、あ、お、出てきました。さあ、大腸ゲットリーダーである、ハリゾン選手が入ってまいりました。さあ、こちらも社長に変わるか。お、社長に変わりました。さあ、社長が出てきました。試合、序盤に見せる。ふざけたステップ。そうね。序盤に必ず見せる、ふざけたステップ。そもそもボクシングやったことないだろ。つぼしです。明日のジョーを読んだから。そんなジャブじゃ、効かないよ。いいよ、ジャブ打ってごらん、ジャブ。お、ジャブを打ってこいと。試合しながらあれだけ喋っていたわけですから、早くも勝負が。
びしまくったんだよ。給水か、給水。さあ、水を用意しろと。さあ、ルカである広選手、大阪選手に命令していて、あっ
高いイロシンドロップからオロープをバックラックからのオッカクイトサクイト、あいつもなんかそうだね、執念だけはあいつは。これが百王選手にとってのスイート、弾道を避けられイロシンドロップ君に打つもらったやつもなかなかいないけど、そして大丈夫かもトラスティックあるぞね、ウォークインパターンイエローマジックを避けて戻ってくるぞ。あー決まったな、タイミングだったんだけども、あいだクワーティスだ、おー、おー、決めるぞ、自分で取る、自ら決める。さあ、内容がこのまま、おー、エンジェルスウィング、おー、おー、なかなか、そして倒して、あー、おー、3発、3発取り合うんだ。さあ、タッチいけるわ、社長になっていくハリトン選手。さあ、ハリトン選手はどうだ。いやー、タッチ決まったらさ、石田慶はまだ見てない。さあ、どうだ、この張り合い、この張り合い、おお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 I'm not.
ていうことは今この場でダルマが使えるとかな。いつでもどこでも。まさか負けたばっかなのに。お前こうと。え、俺がマジックでこいつに目を入れて。あ、はい、これこれ。もはや死ぬマッチだ。こっちが張り合うが変わるんだ。
が挽回しやがった。マジか。